何でもありじゃないですかアートってそうすると人殺すっていうのがアートなんだっていうやつもいると思うんですよねいわゆるダミアンハーストっていう すごい世界的にすごい有名なアーティストがいるんですけどそれは牛とかそういうものをホルマリン漬けで世界番付2位とかなってるんですねでホルマリン漬けして死生観とかやったりとか馬とかにこうペガサスみたいにこう羽をつけたりとかしてやってるでこう動物を殺すっていうまあそれは医学部出身の人なんですけどまあそういう殺してる時にこれアートだって思ったらしくてでもダ・ヴィンチとかも結構そういうところあるから,からそういう死生観的なことを言うんだとしたら人間解剖っていうのがアートなんだっていう言うやつも全然ありだから。 簡単に言うと200万人殺したっていうのがアートなんだっていうやつも始めちゃうから,からアートななんです何です何もありになっちゃうだから逆に僕もすぐにそういう AI が個人的にはねすぐに出てきてあの AI っていうのは多分頭いいから。 パソコンとかメールとかそういうの全部その人が聴いてる音楽とか全部やってつまんない人間か面白い人間かっていうのを多分わわなんとなく分かってつまんない人間っていうのを殺していくっていうアートとかを始めたらさすがだなって僕は思いますけどねどんどんあいつ死んだのあいつやっぱつまんなかったねあいつつまんなかったよねとかさすが AI 分かってるよとか超面白そうなあの政治家とか,とかい,きいきなり総理大臣がバンと倒れたりするんですよ。ははやっっぱりあいつはつまんなかかたよとか